はい、皆さんこんにちは。それでは2017年度向けの入門コンプリート講座の条約の2回目の復習動画やっていきましょう。でこの回は前回と違ってこの衣装の国際的な符号っていうところですね。で去年ぐらいから試験範囲になりましたとなってるんだけども、平学徒と言います、ね、あジュネーブの平学徒と言います、ね、で商業系はマドプロとよく言いますよね。でこれどういう制度なんですかってものだけど、一応衣装法に、ね、謳われているのは、2つの章によって分かれております。衣装法の方ですね。一節が内外、日本を起点として外国に出していくっていうやり方です。それから二節が逆だよね。外国を起点として日本を指定国として入ってきましたって話だから、衣装と似合いイコールは括弧にって話になります。でさらにマドプロの場合はセントラルタックに対する救済ってあったでしょ。でも、衣装の国際的な保護、ジュネーブアクトはこれがないってことになってるわけね。なんでないんだろうねってことですけど、これね、いわゆるパリ条約って根っこでしょ。パリ条約上において、いわゆる商標については独立原則が謳われてるんだけども、6条の5っていうところで従属関係でずっと実は認めてるっていう規定があるんだよね。でそれから見ると、いわゆるマドプロって言われてくるものはたった従属関係5年でありますんで、特に問題がないわけですよ、それを決めたとしたって。でも衣装どうですかというと、パリの4条の2っていう規定がありましたね。これは絶対的な意味に従属関係つけてはいけませんとなってるわけ。まあ、簡単に言うと日本 と、アメリカで同じ権利を持っているとしましょう。取得したんだね、私が。でアメリカの特許権が無効審判によって消えてしまったとしましょう。だったら日本の権利も従属的に消えちゃうってことになるかなっていうと、これやってはいけませんって言ってるのが4条の2だよね。従属関係つけられないんです。でも商標は例外的にこの規定があるんでしょ。でそのためにあるのがセントラルアタックってことになってるわけ。しかし衣装はこれがありませんから、センタルアタックに対する救済規定と言われてくるものがないんでしたよね。まあ、これはまずポイントになってました。じゃあ実際上どういう形で、流れってなっているのかなと、条約ルートを見ていきましょうか。まず江さんという方が、国際試験を行います。どこに対してやるんですかってことだけど、マドプロの場合はまず本国官庁というところにしなければいけませんってなってました。そこの本国官庁たるところに出願とか登録ないと、まず前提としてこれができなかったんだね。でも衣装の場合っていうと、絶対出願ってあるんですかというと、これ国によって衣装の構成様々です。特許みたいな形で出願をやってちゃんとやってるって国もある一方で、著作権みたいな形でアプローチをする国もあるわけです。だから基礎出願なる概念って求めちゃうと国際出願できないってことはあり得るわけね。ではなくてもできるわけです。じゃあどこに対して出すんですかというと、原則は事務局でも例外的に公が国籍あるような国とか住所がある国に対して仲介官庁として使って出すこともできるんだよねとなっております。で事務局に出せばその日受領した日をもって国際登録日となり、そしてその日をもって各指定国において出願されましたっていう効果になるわけね。あとは審査をすればよいという構成をとっています。で審査期間はだいたい6ヶ月半ぐらい、まあ、一般的にかかるという構成をとっているわけ。ただ問題は仲介官庁を通じて出しましたって話になると、送んなかったらいかんね、準備局に対して。その期間中が1月内かどうかによって変わっちゃうんだね。1月内で届きましたと言ったら、仲介官庁が受領した日が国際登録日、各国の出願日となるわけ。しかし1月を超えて事務局に届きましたって話になると、実際上事務局に届いた日をもって国際登録日となって、出願の日もそうなっちゃうんで遅れちゃうんだね。だから可及的速やかに送らないとそういう問題があるよって話でありました。そして国際登録されました。その後約6ヶ月間ぐらい経つと国際公表されます。で国際登録された後国際公表されました。それによって日本国、ドイツ、フランスっていう国は初めて知るわけです。うちの国が領域指定されちゃったんだよねってことね。そこから審査でスタートで約6ヶ月って話になっています。一応そういう形で権利を取るんだぞってなるんで、やっぱ優先権使って権利を取るよりも楽かもしれませんっていう構成でした。でこんな形で取っていくってことでありますが、これはもともとは工業主義権に関するパリ条約の特別取り決めなんだね。本来から言ったらパリ条約、工業主義権に対する基本的な条約です。これを何度も改正して対応すればいいわけ。しかし改正する際には28条の規定があるように、前回一致なんですよ。
170数カ国もろ手を挙げて改正に賛成するって言わないと改正できない構造を取ってるんだね。だから昭和42年から一回も改正されていないわけですよ。そこであるのが19条特別取り決めっていう規定ね。利害関係を同じくする国が集まって別の条約を作ってもよいんだっていう構成を取ってるわけで、できてしまってるのが一つはマドプロってやつね。だから一般法条約と特別条約の関係に立つ、あるいは前回見た今見た平和区とね、それから前回見たマドプロ、あるいは商標の国際分類に書いたニース協定なんかもこの特別取り決めに該当するってことになります。だから一般法と特別法の関係に立つんだ、あれやはりマドプロも同様だっていう関係になるからね。だからまずこういうね特別条約を考える際はパリ条約だったらどうかなとまず考えるわけです。でそこで絶対問題があるからこういう新しい制度ができましたって話になるからね。じゃあ実際上基本的な条約になるところのパリ条約っていうやつでは何を保護することになってるんですか。対象は9つあったよね。これは一個一個言えますかね、どんなことがあったのかなってことです。でしっかりと押さえてもらいたいのは商標とサービスマークって分かれてるんだったね。商標といった場合は商品商標だけ、レックみたいな役務商標は商標ではなくサービスマークってなってました。国内法的には役務商標も商品商標も商標なんだね。サービスマークも商標なんですよ。でもパリ条約では違う。でもこれとちょっと違う条約であるところのトリップス協定だと商標といった場合はサービスマークを含めて商標というんだね。だから条約によって概念で違ってくるわけです。でこれもしっかりとまず押さえないと全くわからないって話になるからね。全部で9つあるわけ。じゃあパリ条約の体系ってどうなってますかってことだけど、まず前提としてあるのが独自主義でした。だからどんな要件で権利を与えるか自由なんだね。そうなると一般的に自国民には緩くって外国人は厳しくって権利を与えるのが一般的でしょう。だって自国民は自国で物を生産してくれますからね。ということはその特許に基づいて生産を行う。そうすることによって産業の振興に貢献するわけですよ。助力をしたくなる。例えば外人どうですかというと基本的には工場も立地も全て外国にあるわけでしょ。そこで物を生産しました。でそれによって日本の産業の振興って図れるんですかというと否ったらしになるよね。だからできれば厳しくしたいのが一般的です。こうやってもいいっていうのが属地主義なんだね。ただそれだとなかなか外人って権利が取れないわけですよ。ですがっても最低限条件は揃えましょうねと言っているのが内国民待遇、属地主義の第一修正だよね。条件平等であればまあいいかなってことになるわけでしょ。しかしこれではうまくいかないってことがあるわけね。条件揃えても本当に平等になるのかな。例えばアメリカ人だろうが日本人だろうが日本語で一番早く出願した人に権利を与えるんだっていう法律を取ったとしましょう。一応平等ですよ。平等なんだけど翻訳するのはどっちが時間かかりますかと言ったら絶対外人だよね。となると不健康なわけです。でこれを埋めるのが優先権以下の否定となっていて、これによって実質的な平等を保つんだっていう構成をとっております。で優先権と言われてくるものはパリ条約の同盟国の国民なのか、パリ条約の同盟国どこでもいいんだけど出願することを条件として発生する権利、そしてその権利が具現化するのが他の国に対して出願を行って主張をやったってことになると具現化するんだよね、うん、その期間中のことを優先期間といって、特許の場合は12ヶ月、意匠商標は6ヶ月って話になります。でそれをやるとあたかも出願が訴求するわけではないんだけど、それが効果として登録条件等を見るんだとなりますんで、まあ、いわゆる翻訳に手間取ってしまう外人等にとっても、まあ、割と権利が取りやすいって話になるわけでもね、100個出願すると、100個の国に出願するってことになると出願書面100通、優先権も100個やんなきゃいかんって話になるわけ。すごく面倒だよね。でそのためにやるのが何かというと、この特許の特別取り決めであるところの PCT ってやつなんです。このマドプロとかヘイグアクトの言ってみたら特許版ですよ。でこれがあることによって一見で全ての国に権利が取れるんだっていう構成を取ってるわけ。やっぱうまくできてますよね。でそういう問題点含めてよく考えていきましょうと、そういうことになってるんでよく復習しておいてくださいってことです。